タクシーとか行ってまた。ああいうブルーバードに乗ればいいよね。急げ急げ。預けなかったらやばいね。置いていくしかない。本当に。
バーニーって書いてある。来ました来ました、マリ。あ、え、ティガラトスメーターって書いてある。向こう側じゃない？ってことはグラブ呼べるの？やば、写真撮る？撮らないの？みんな肉らじゃないと乗りたくない。タクシー待ち超グイグイだってる。タクシー、いくら？いくらか聞いてからじゃないと嫌だって言ったら、安さ知りまくろ適当かよ。でも安い、ね、レッド呼ぶより安い、いいんじゃない、うん、待って行きましょう。ホテル行きましょう。まず1日目に何があったかっていうと私たち飛行機を乗るターミナルが、うん、ターミナル3から出発、うん、だと思ってたんだけど、行ってみたらなんて言うんだろう、なくて、受付するところがなくて、どこだろうどこだろうって探してたら、ターミナル2だよって言われて、その瞬間にね、もうみんな、え、結構良かったよね。私息できなかった。うん、しかも結構朝早くて、うん、私たちギリギリではなかったんだけど、そうギリギリではないんだけど、でも出発する前に飛行機の時間も変更になったんだよね、うん、飛行機の時間とかも変更になったりもあって、本当は昼とかに出発だったんだけど、結構朝早くて寝ちゃった。いいよ、結構朝早かったから、うん、なんだろう、なんか焦ったよね一瞬で、え、どうしようと思って、で車もタクシーで行ってたから、え、どうやって移動しようって思った瞬間にもうみんなでダッシュしてやばいやばいやばい、空港内爆走した。なんか初めてキャリー持ってあんな走ったの、うん、てか一人だと泣いてたもん。どうしようでもやばいと思って、これ絶対乗らないと、うん、もうこんなに楽しみにしたのにさ、うん、もうどうしようと思っても必死だったよ、もう必死に必死だった。タミナルにタミナルにどこどこどこでタクシー見つけて、うん、そうタクシーがたまたま1台いたんだよね。1台しかも本当は多分予約とかしなきゃいけないけど、うん、もうお願いお願い乗せてってタミナルにものって言って乗せてもらったんだよね、うん、お願いします急いでください急いでくださいって、もう間に合わない間に合わないって言って、でもターミナル2に移ってからも急いだよね。なんかターミナル2がやっぱりドメスティックしかないから、うん、すっごい混んでて、こんなん並んだらもう絶対にアウトだなと思ったから、うん、セキュリティの人に、すいません、本当に遅れそうなんですって言ったら、もう取って取って取ってって通してもらって間に合いました。うん、よかった、無事ね、無事。でもさ、チェックインした後さ、うん、なんかやばかったよね、疲労感、うん、やばかった。でもとりあえず飛行機乗れるんだよねって感じで、もう飛行機乗る手前のあのゲートまでもういっとこ、もうお願いとこいっとこみたいな、何があるか分かんないからって言って、もう早めに行ってたよね、うん、そうだから、まあ、まあなんとか乗れたからね、うん、よかったけど、なんかハプニング、そうだね、がそういうハプニングが1日目あり、ありました。ところどころ映像が乱れる可能性がございます結構でも頑張って走りながらも動画回さなきゃと思って回してたんだけど、もう結構なんそれどころじゃなかったから、はるかはその動画撮ってる場合じゃないどうしようどうしよう、いろんな人にパッディマンしかもターミナル移動の電車が動いてなかったから、そうそう、朝早すぎてね、めちゃくちゃ焦った。でも無事着いてよかったです、よかったです。はい、ってことでデイ1の Vlog はどうなってるかな終わりがデイ1の Vlog は多分
あの楽しんで遊んでる姿で終わっていると思うので楽しみにしててください。それではまた見てね。バイバーイ。